絵を描き始めてまだ2年ぐらいしか経ってないので、その中で自分が一番太く言えるものって言ったら、自分自身の心を表す作品っていうか、見てる人の心を映し出す作品になってほしかったので、姿見をイメージした縦長にしてるんですけど、自身を映し出す鏡、そこにあるのは表裏一体の理想と現実。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト朝倉健太、2021年にアーティストとしての活動を開始、すべて独学で作品作りを学んだ彼が掲げる一つのテーマ、怠惰を肯定することがその後の活力につながるというものを軸に制作をしていて、僕の作品の多くは仮面がついてるんですけど、その仮面は動物の怠け者をモチーフにしていて、仮面を通して見えた白の人間が心の中にいるもう一人の自分っていうか、本当の自分を表していて、人間は怠惰である、しかしそれは必要な時間。そんな思いにたどり着いたきっかけは、私たちの生活を変えたあの出来事。コロナの自粛期間っていうのが僕の人生の中で一番大きかった出来事で、コロナによって布団とパソコンを行き来する、それこそ怠け者みたいな生活で、でもそういう怠惰な時間があるから自分こんな人間だったなとか、次は絶対こうしてやろうとか、そういう思い返す時間になるのがそういう怠惰な時間だと思うので、大切にしたいなと思って。立ち止まることの大切さ、自身を顧みることで生まれた作品は鑑賞者に未来への希望を与える。怠惰を乗り越えた自分っていうか、怠惰のその先にある自分っていうものを書き出してるってところもあるので、今怠惰でずっとダラダラしていたいっていう人も、いつかは何か行動する気持ちになるんじゃないかっていうか、怠惰が良くないって思われてるからこそ寄り添ってあげられる作品になればいいと思ってるんで、いつか何か踏み出す一歩になればいいなっていうふうに思ってます。立ち止まり、考え、行動する、忙しい現代社会に生きる人たちへのメッセージを発信し続けるアーティスト朝倉健太のこれから。今まで絵を描いてきて、すごいいろんな人と会うことができて、絵画だからこそ会える人と今後もどんどん話していって、自分も絵画としての知識を深めていきたいと思いますし、日本でも海外でもどこでもやっていけるような場所にとらわれない作家になりたいなって。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家中風真嗣のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。